骨折とは、直達外力や透け立ち外力により骨が変形、破壊を起こす外傷であり、構造の連続性が立たれた状態のことである。骨折は、すべての骨に起こりうる。骨は元来、若干の柔軟性、弾力性、過疎性を持ち、健康な骨は骨折しにくいが、限界を超える強い外力や反復した外力、骨に腫瘍などの病変が存在する場合は、 軽微な外力でも破壊される。また、鎖骨や手の修上骨など、構造的に外力が集中しやすく、折れやすい骨も存在する。人の骨折のうち、日常生活で骨折を起こしやすい骨としては、鎖骨、肋骨、死骨、尾骨、尾骨、頭骨、尺骨、肩骨、肥骨等が挙げられる。なお、骨折して完治した後、個人差や治療法によるが、 左右の腕や足の長さに違いが生じることがある。ただし、成長期では自然治癒力により同じ長さに強制されることも多い。手術により強制することもある。骨折にはその状態により治療法が大きく異なることから様々な分類がなされている。骨折時に見られる症状には骨折に固有の症状と一般外傷症,症状がある。 以下に列挙するが、これらすべてが観察されるとは限らないことに注意。骨折に固有の症状一般外傷症,症状脊椎の骨折では骨片が脊椎を損傷することによりその支配領域が麻痺したり、頸椎の場合では死亡することもある。また同様に四肢の骨折では骨片によって神経や血管を損傷することもある。肋骨骨折の場合は肺損傷や 心臓損傷の恐れもある。骨髄が存在する腸管骨や骨盤などの海面上骨や大腿骨が骨折した場合には、大量のうち出血に伴う出血性ショックや骨髄口内からの骨髄や死亡くによる骨髄側線、肺脂肪側線などにより死に至るケースもある。また高齢者では骨折により寝たきりとなりやすく、 それに伴う認知症や肺炎などを引き起こしやすい。固定の例。頭骨はネジによる打ち固定。第五、中手骨は、キルシュナーワイヤーによる、ピンニング固定骨折の制服はできるだけ早期に行うべきである。主張が治るまで待つべきではない。解放層を感染のリスクを低く抑え、極力安全に縫合できるのは、受傷後6時間から8時間以内とされる。この時間は、 身体部位により変化し、顔面外傷の場合は24時間とされる。これ以上経過すると、最近の増殖による、はじめ感染の可能性が、飛躍的に高まるが、必ずしも、ゴールデンタイムを経過した初めが一時閉鎖できない、わけではなく、あくまで感染リスクの目安として捉えるべきである。このあたりの感覚は、生物の扱いと同じである。 単純骨折で骨の転移がなければそのまま固定をし、骨の転移がある場合は、都市征服や検因などの非完結的征服術や、手術による完結的征服術によって正常なアライメントに戻し、一定期間固定して安静を保つ。非完結的征服術は、接合が正常値にあるかどうか、レントゲンなどを利用して精度を増す。一方、複雑骨折では、 骨が表皮から飛び出すことで様々な細菌が存在する外界と交通してしまうため感染症の阻止が最重点課題となる。傷口の念入りな洗浄消毒と汚染されて座滅した組織の切除が受傷後直ちに行われるべきで抗生物質の投与も積極的に行われる。骨融合に要する期間は損傷部位や年齢に左右されるが、いずれの骨折も 同じプロセスを踏んで修復される。ただし、感染症や不適切な治療により骨融合が遷延したり、融合しなかったりするケースもある。上司の骨折の治療目標は、手の機能の温存である。多少の変形や短縮は構わない。一方、下肢の骨折の治療目標は、無痛で安定した荷重ができることである。短縮しないように変形を極力避ける。なお、 入院して骨折の治療が始まったら、直ちにその他の四肢の運動を始めるべきであるとされている。粘座は一関節固定であるのに対し、骨折は二関節固定とされる。骨折で一関節固定をすると海内、海外運動が可能で征服できないことになる。ガルトの融合日数においては、融合は中手骨で二周、肋骨で三周、鎖骨で四周、前腕骨で五周。 上腕骨体部で6周、頸骨で7周、両下体骨で8周、大腿骨で8周、大腿骨頸部で12周かかる。ギプスを病院で巻かれた後で主張し、ひどく痛がる場合は循環障害を起こしていると考えられる。直ちに病院に受診し、ギプス、下巻きを切るべきである。骨折は、基本的には、帯動時に痛いものであるが、安静時の激痛の持続は、 血管障害が考えられる。骨折の征服のため、牽引療法が行われることがある。直達牽引を行う場合は、頻回の観察が必要である。大腿骨骨折では総皮骨神経麻痺を起こしやすい。下肢の骨折では即死を反らせるのかを検査する必要がある。老人の場合、潜在的な骨炎量の低下による骨の脆弱化や、 筋力の衰えによる歩行不安定から転倒などによって以下のような骨折を起こしやすい。ありがとうございます。